材料のね紹介です。はい、カニカマですね。はい、あとはネギですね、余ってたネギを使っていきます。あと卵ですね、使う材料はねこれだけなんですね今日。はい、そして調味料なんですけども、はい、ガラスープのね元になります。はい、あとは醤油、はい、あとはねお砂糖とお塩をね少し使っていきます。はい、オイスターソースですね。はい、そして米酢です。はい、で、ちょっと今日ねコクのあるね、なんだろうなタレにしていきたいので、バターをね今日は使っていきたいと思います。はい、そして、水溶きの片栗粉で今日は行っていきたいと思います。はい、これはね少しこうね、はい、食感があるようね、ちょっと感じられるように切っていきたいと思います。よいしょ。ちょっとこう少し裂いておきましょうか。で、カニそっくり。はい、で卵ですね。これをね今日3個使っていきます。はい、そしたらもうねこの中に卵の中にカニとネギを入れておきます。はい、でかき回していきますね。ちょっと大きかったらねこうかき回してる段階で、はい、まあ、大体このぐらいでね結構だと思います。はい、はい、そしたらね顆粒だしを、はい、1カップのね、お湯にそう溶かしてください。うん、こんな感じでしょうかね。はい、鍋の中にバターね、はい、まあ、弱火で溶かしてください。こんな感じね。そしたらここに醤油を大さじ2杯ぐらい、はい、でオイスターソースですね。はい、これも同じぐらい。ね、いい匂いが漂っております。はい。そしたら、中華スープをね、入れていきます。はい、じゃあここでね、少し味を見てみます。うん、うん、うまいね。はい、砂糖を今日ねザラメ使います。おっと、ほい、ザラメ1杯。はい、塩を一つまみですね。はい、そしたらね、お酢を入れます。
米酢ですね。はい、大体大さじで2杯ぐらいです。はい、さらに味を見ます。こんな感じですね、琥珀色。うん、抜群にうまいね。もう少しこう酢が飛ぶのをね、はい、待っていただいて、はい、そしたらね、水溶き片栗粉でちょっとずついきましょうね。少しかな。まあ大体このぐらいですね。はい。たら、はい、油を少し入れます。こんな感じ。このくらいで結構です。はい、そしたら盛り付けます。よいしょ、こんな感じ。こんな感じ。はい、あんを回しかけていきます。天津丼の出来上がり。いただきます。ふわふわ、とろっとろ。うん、うまい。あの、あの中国料理でお店でね食べてるぐらいの味に変わります。